こんにちは。こんにちは。どうも。とっても中途半端な時間の配信です。こんにちは。準備配信みたいな感じです。髪の毛をまとめます。みんな何してるの？今何してるんですか？何中ですか？今起きた？おはよう。おはようございます。今日から休み。あ、一緒だ。私も今日は休みだからまったりします。わー、どう人形さん、かわいい、ありがとう。福太郎さん、ファイト。シェンさん、ハート。としきさん、テープ。タカさんもテープ、ありがとう。大吉さん、かわいい、ありがとう。ダーソクさん、ハート。コウさん、お断り。シオナさん、テープ。ミツさん、テープ。麦田ピッポさん、テープ。中優さん、ハート、ありがとう。おすじくん、良いお年を。芝さん、レインボースター、ありがとう。福ちゃん、テープ、ありがとう。春坊さん、ひげメガネさん、ハート。コウさん、かわいい、ありがとう。お餅食べながらキャッカしてる。お餅食べてんの？もう正月？もしかして正月ですか？ちょっとイヤリング、どれにしよう、どれがいいと思いますか？どれにしようかな。今日はフライデー、フライデーだからこれがいいかな。なんかこれいただいたやつなんですけど、曜日ごとに変えれますよみたいな。どれにしよう、全部つけてみようか。これがマンデー。シンプルすぎ。どこ行くの？内緒です。メンバーとお出かけです。どこ行くかは内緒。どうしようかな。和友さん、お断りです。炎上さん、花火ありがとう。どんどんさん、ハートありがとう。コウジさん、テープ。ゼータン、かわいい、ありがとう。ミッチ、お断り。神戸のマッチさん、花火。ミツさん、バラ、ありがとう。これコリ、コリがいいかしら。悩むな。何がいいかな。このサンデーのやつがかわいいな。カメさん、テープありがとう。あらら、どうしよう。あら、難しい。いいね。でもこのサタデーもいいな。もう全部いいな。サタデー、先ゴリ、先ゴリじゃない、先取りサタデー。ちょっとゴリラになっちゃった。これんじゃない、これ。これ上なのかな、もしかしてこことかにつけるんかな。ここかもしれない。急にいかつい。イヤリングしてると頭が痛くなりませんか？なります。
だからもう取っちゃう出先で取ってバッグにボンって入れて片方なくしちゃう、いつも。どう、もう分からん、分かりません、一体何がいいのか分かりません。このでっけえ黒もある、でっけえ黒もあります。で服の色には合ってるかも、でも急になんかほくろ増えたかなみたいな思われたらどうしよう。でっけえ黒いいんじゃない、これもね、服の色っぽくて。これはサタデー、間違ったマンデー、チューズデー、ウェンデー、サーズデーです。これサーズデー、でも今日はフライデー。これにしよっか、これにしよう。服の色的に亀さん似合う、ありがとう。サーズデーにした、サーズデーにします。よし、ありがとう。いっちゃんレインボースターとハートありがとう。ケンジさんハートありがとう。いっちゃんお断りです。スカイファイルさんハート、シーチさんハート、カエデさんハート、マリオ2さんテープ、クマタカさん、アイタカさん、ヒロさんテープありがとう、モリモリさんもテープありがとう、ヒゲメガネさんラブレターありがとう。今日前髪しくったんですよ、ちょっと前髪固めたら失敗しちゃいました。ゆきさんだるまありがとう、まささんテープありがとう。木曜日前髪カチカチにしちゃったらなんかこのね、このちょっと周りの集団行動苦手な子がいて、集団行動苦手な前髪がちょっとみんなと同じ方向に向いてくれなかった。バラちゃんバラありがとう、ジャーパングさんだるまありがとう。相反抗期なの、え、これ何、惑星の色、そうなの。まあ確かにそう言われたらそう見えてきた、そうかもしれん。だってさ日曜日はさ太陽っぽいもん、でもそう見るからそう見えてるのかな、もしかすると、もしかして、もしかして。オッケー、毛先はくるくるです、ハーフアップくるくる、前髪はなんか薄薄。1月3日まで仕事でしっかり年末年始がない、わあ大変や、年末年始ない、じゃあショールームで年末年始しよう。何する、何するって言いましたっけ、私この前年末年始何するって言ったっけ、あ、福笑いか、福笑いと何しよう、何しよう、ショールームで、ね、苦しい、私こういう首が詰まったお洋服着ると車酔いするんですよね、もうなんかすでに酔ってきた。なんかね、小学生の時とかはここが詰まってると車酔いするから車の中でいつもいつもヒートテックとかになってた、ニット脱いで、やだ、そうタートルネック着たら車酔いします。なんか車
車は乗らないけど。福袋決めれてない、どうしよう。結局決まらなかったです。無理そうです。苦しい。引っ張ったろかな。ビョンビョン。ろう人形さん、花火ありがとう。これは初めて着るワンピースなんですよ。なんでこれを着たかっていうといつ着たらいいか分かんないから着た。これはこの前ほらブーツをさ、ブーツ5000円以上のもの買ったら500円引きだよっていうのに釣られて買った、ブーツと一緒に買った、買う予定のなかったニットのワンピースなんですけど、うん、そう、まんまと企業の策略にやられて買っちまったやつ。伝説なの、あれ伝説の、うん、伝説かもしれん。私のチョロさがバレた。 BD マザーハットありがとう。ひげメガネさん、アイスありがとう。企業の策略ハマりがちだから私ってやつは。あったかいよ、生地いい感じの生地、モフモフしてます。でも白飛びする配信。悲劇のヒーローさん、花火ありがとう。こんにちは。なんか髪飾りもつけよう。髪飾り、あれさっき持ってきた。今日の髪飾りはこちら、ボン、キラキラです。フラはどうつけるか分かりますか皆さん。どうやってつけるでしょうか。これはですね、ここに結んでるとこがあるじゃないですか。そこにこの棒をはめて入れてつけるやつです。見えるか分かんないけど、ちょっとこのヘアピンダサいね。ここもちょっと取ろう。そう、なんかヘアゴムとかじゃなくてシュッてできるやつです。ネロケンさん、ハートありがとう。タジヤさん、バラありがとう。水色魂さん、ハートありがとう。クリコンに行って体調崩して病院行ったらインフルでした。インフルエンザ大丈夫ですか。きついですか。メンバーも体調崩してる子多いからさ、私も含めですけどもね。いやだってライブとか会場もそうだけど、入場するまでのさ待機中とかも人多いしね。お見送りの待ち時間とかもね、人ずっと近くにいるもんね。パセリ好きすぎて風邪治った。嘘つけ他の現場行ってるくせに嘘つけ。今日はバイト納め、そして4年間のバイトに終止符を打ちます。なんかっけえ。バイトに終止符、ついにアイスクリームのバイト終わるの。最終日にちょっとアイスクリームいっぱい持ち帰るとかはないんですか。ないの。最終日だからちょっといいですかって言って、推しメンがアイス好きでって言って、高級アイスクリームクレミアソフト大量持ち帰りシステムとかない。CD 受け取るの明日でいい。ね、私たち同棲してた
私たち同棲してました。 CD 受けてるの明日でいい？うん、いいよ、いいけど。同棲してたらしい。代わりに受け取ってもらって。あれ、私今日お留守番なの？お留守番か。じゃあお土産買ってきてね。マチョルさん、お断りです。ダメです、アイスギフトはとく。え、アイスギフト何？どこの何？キス、あったかいだろ、結婚しとく、お断りです。やばい、沖さんのプロポーズのやつだ。キス、あったかいだろで、ココアさんのやつも面白かったよ、プロポーズ。ココアさんが指輪はめてくれた、収録が終わった後に。緑の指輪だった。関さん、ハートありがとう。え、今日みんなキャラアニが来る日なの？キャラアニ？キャラアニでなんですか？午前中してあと1時間じゃん。チャンレナ、ハートありがとう。今年最後の休みにパちゃんの配信見れて幸せです。わ、ゆっくりしてください。まったりまったりまったり流して。私は何分から始めた？何分から始めた？30分ぐらい配信って書いちゃったから、テロップに何分から始めたか分かんないけど、30分だったら39分に始めた。なんだその中途半端。じゃあ11時9分に終わるね。11時9分にして30分にしよう。ジャスト30分。サンキュー。たくやさん、テープありがとう。テープ、年末年始って感じがしないから、このテープもさ、なんかさ、あのライブ会場のやつに見えちゃう。アイドルオタク脳だから。年末年始ギフトってより、なんかアイドルオタクギフトみたいな。のぶろうさん、ハートありがとう。大掃除しようと思ったけど、やる気スイッチ切れてゴロゴロしてます。わかるよ、もうゴロゴロしちゃえ。大掃除はいつでもできるけど、ゴロゴロは今日しかできないかもしれないから、ゴロゴロしちゃおう。タペストリーとフォンタブ、フォンタブ、フォンタブ使う？フォンタブってここに入れるやつでしょ。おいしい町にいる。何？おいしい町って何？寿司、あのねしてください、寿司。いい物件見つけたけど、ファミマしかない。いいやん、ファミマでも。なんでよ、全部欲しいの？セブンもローソンもミニストップもニューデイズもデイリーヤマザキも欲しいの？ポプラも。欲張りですね。ひーちゃん、花火ありがとう。盗み食いしたでしょ、好き、あ、お断りです。私のやつや、それ、私の萌え台詞みたいなやつだ。山猫坊主さん、年越しそばありがとう。 ETC カードは元日までに届かなさそう。 ETC カードとか久々聞いた。 ETC カードが挿入されました。この前お母さんの ETC カードがバグってさ、あのなんか壊れててさ、久々に人がいる高速道路のとこ通った。 STU ウォーカーが届きます。お、 STU ウォーカー、 STU ウォーカーじゃん。私 STU ウォーカーもノイミーウォーカーを持ってる。じゃんじゃんじゃじゃん。どっちも参考になる。これ見とけばよかった。これね、のいみさんの方はね、
なんか東京都内とかのカフェとかパン屋さんとか行ってるんですよ。ちゃんと予習して聖地巡礼とかしたらよかった、お友達と。二次会しかなかったけど。林藤代さん、アイスありがとう。ピロスケさん、雪だるまありがとう。広島駅直結のタワマンに住みたいです。タワマン大変そうじゃん、エレベーター待つの。全然来なさそうじゃん。ピザパン食べてます。ピザパンいいね。ピザパン、私の朝ごはんは納豆ご飯です。納豆ご飯とヨーグルト食べた。あ、昨日ね卵料理を募集したんですけど、結局ゆで卵にしました。結局ゆで卵になったよ。ショウさん、ラブレター。テキサスのロンスターさん、花火ありがとう。ショウさん、テープありがとう。大吉さんもテープありがとう。平成天狗さん、ハートありがとう。アンバさん、良いお年を。ありがとうございます。トゥ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 ルルルルルトゥルルル。昨日パちゃんが配信で言ってた大阪王将のハンギョドンの福袋をゲットすることにしました。やばい、私なんか企業の人みたいになってるやん。なんか貢献しちゃった。大阪王将に貢献しちゃった。顔文字、花火ありがとうございます。顔文字さん、ハッピーそうな顔文字さん。おすじくん、お断りです。マクドの広島だけ謎に売ってるバーガー、何それ、謎に売ってる。広島にだけ謎に売ってるバーガーがあるの、知らなかった。何それ、存じ上げません。何ですかそれは。ココアの写真集を私書いた、起きちゃうファンミ同日。ああ試されてるよ、それは試されてるじゃん。どうする、推しメン全員同じ日に何かイベントあったら。どうする、何、広島だけ謎にあるバーガーって何、気になってきた。何よ何よ、何ですか。昨日はね YouTube で寝る前にあのグラコロのモスバーガー、モスバーガーかロッテリアかどっかとコメダとマックの3種食べ比べしてる動画を見て寝たけどさ、結局何がいいか分からんかった。まだ迷ってます。人生初グラコロ。マック広島って調べたらいいんですか。マック広島限定、何それ、マック広島限定、あ、これこれですか、これ初めて見た、美味しそう、めっちゃ美味しそうじゃん。うっかりあんこさん、お断りです。お断り。1月4日までだって、これこっちがいい、私照り焼きジューシーチキンフィレオかジューシーチキンフィレオだけど、別に照り焼かれてなくていいので、照り焼かれてるかどうか私は特に意識してないので、照り焼かれてない方でいいです。こっちがいい。広島県と山口県岩国市限定、なんでなんで岩国市限定の、選ばれし岩国市。せいちゃん、ハートありがとう。アルテミスさん、テープありがとう。ね、もっとレモンとか入ってんのかと思ったら全然ね、牡蠣とかかと思った、お好み焼き味かと思ったら全然違った。なんで
なんでなんで、え、これ5月からやってたの？全然知らなかったよ。5月31日からやってたよ。しかも最初は3種類やったらしい3種類やったらしいけど、このスパイシージューシーチキンフィレオはいなくなってるよ。1月4日までやって、ちょっと頭の片隅に入れとこ。ゴジラバーガー見た、ゴジラバーガー見ました、美味しそうだった。ゴジラバーガー、マック食べたくなってきたやん。どれがいい？みんなどれにする？旨辛肉厚ビーフ&ざく切りポテトか、スモーキーペッパーチキンか、チーズダブルテリヤキ。私別にテリヤカレーじゃなくていいんですよ本当に。これかな、スモーキーペッパーチキンかな。これが1月5日かららしい。入れ替わりですね、限定のやつと。チキンがいいよな、サクサクで。ざく切りポテト確かに美味しそう。でもね、辛いのが苦手な方はご注意くださいって米印されてる、ここに。美味しそう。なんかパンの形が独特な、アジサイみたいな形してます。年末年始怖いな、お店開いてるかな、私生きていけるかな、生きていけますか、広島残り組、広島居残り組なんですけれども。マックって開いてる？ずっと。お寿司屋さんとか開いてる？コンビニ生活になっちゃうね。前髪ここやっぱ気になる、やだ。広島居残り組でもみんな正月公演終わったら帰るっぽいから、やっぱ沖さんとパーセリだけかもしれません。沖さんと二人きりの広島、最後だよ。3年連続沖さんと過ごすのにさ、3年目にして最後です。悲しい、ラスト正月、悲しいよ。満喫する。ポキパセ実家だって、実家帰ったら配信できないんですもん。配信できないし、ちょっと太って帰ってきちゃう鏡餅になって帰ってきちゃう私。ブン、顔がみかん、胴体が鏡餅の上、下半身が鏡餅の下。ベイマックスってこと？うん、そう、そういうこと。一粒の麦餅さん、花火10個ありがとう。年越し花火、広島メンバーの実家訪問、うなちゃん陣でも行こうか。川又家、なんか昨日のさ、ゆなやなの投稿、なんだあれは、昨日か今日か分かんないけど、ゆなやなの投稿、あれはどこへ行ってるんですか？なんか匂わせ投稿みたいなしてた、なんだあれは、どこ行ってんだ。急に主語のない、なんか
そう、突然ね投稿されてて気になりました。福岡？福岡行ってんの？一緒に行こうって言ったのに。ああ先越されちゃった。修理屋さんテープありがとう。福岡行ってんのか。うどんだなと思ったわよ。福岡のうどん屋さんやなと思ったけど、そう急になんか匂わせ始まったから福岡なんか、ね、行こうって言ってるんですよ。うなちゃんがうなちゃんが勝手にあのパパを運転させるからみたいな、みほりに会いに行こうねとか言ってて、ゆなゆなはあのパパに対してずっと反抗期みたいな感じで当たり強めなんですよね。すけさんうどんだったね。すけさんそろそろ終わりの時間かも。配信終わりの時間、うわうどん食べたくなった。私昨日から花丸うどんのホームページめっちゃ見てるんですよね。うどん食べたすぎて。じゃあ終わります。また夜配信いたします。終わるよ。それでは壇上いきます。13位カメさん、12位クワドリさん、11位コウジさん、10位ミツさん、9位おすじくん、8位いっくん、7位大吉さん、6位ひげめがねさん、5位としきさん、4位いっちゃん、3位山猫坊主さん、2位一粒の麦もしさん、1位かずともさん、ありがとうございます。それでは行ってきます。ありがとうございました。ありがとう、コメントもありがとう。またね、バイバーイ。